マルセル・メイ・ウイスは、オランダホールで出身の元サッカー選手。ポジションは MF。2000から1年シーズンにビレム2でデビューすると、02から3年シーズンより、期限付き遺跡を含み4シーズンにわたり、エールステ・ディビジにいた BBB、フェンローに、所属、主力として活躍。2006から9年は、エールディビジのローダ遺跡しここでも、主力として活躍した。 2009から10年シーズンからはドイツへプレーの場を移し、1シーズン半にわたりドイツ分でスリーガのボルシア、メンヒエングラートバフ派でプレーした者の,の主力として、定着するには至らなかった。そんな時、出場機会を得たいメイウイスと財政難により補強も、ままならないため不振に陥り経験豊富なベテランを求めていたフェーノールとの思惑が合致し、2010から11、 シーズン冬の遺跡史上で、期限付き遺跡でフェエノールトへ遺跡する。そして、プレミアリーグのアーセナルより期限付き遺跡していた、宮志助と同じ試合で、初出場し、移行ともにプレーした。このシーズンのフェエノールトは、メイウーイスや宮志が加入した冬以降成績が上向き、最終的には10位で終えている。マリオベーン監督も彼を高く評価し、残留を希望したが、 結局残留はならず6シーズンぶりに BBB、フェンローへフリートランスファーで復帰することになった。1シーズン目にはキャプテンとしてチームを牽引し、エールディビジ残留に貢献した。2シーズン目となる2012から13シーズンにはキャプテンを辞退し、プレーを続けていたが、チームが再度降格の危機に瀕している中で、うちの選手たちでは、 ジョゼモーリーニョですら結果を出すことはできないとチームメイトを批判する問題発言をしてメンバーから外れ2012年12月1日付でチームを去ることが決まった2013年オーストラリア A リーグのメルボルンハート FC と契約を結んだありがとうございます